どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは、銀子と申します。マリサです。それでウプ主、この画像は何だ？この画像は私のスマホの昔の画像整理をしてたら、初めてロボットを作った時の画像だよ。それで、初起動の時の動画しか上げたことないから、どうせなら動画として画像紹介するのも楽しいかなと思って、この頃は加工する前にアルミ板にけどで、加工前のデータを印刷してたからね。これは？前の画像の加工後だよ。この頃は、NC って自動でパーツを切り出してくれるとか、何そのブルジュアって感じだったからね。実際前にポンチって道具で穴を開ける前に、くぼみをつけた跡もあるよ。じゃないと綺麗に狙ったところに穴をかけられないからね。合計何個やったの？数えてないけど200以上だったと思うよ。穴を開けた後は必ず裏に針って、言われるトゲみたいなのがあって、そこもちゃんと処理しないと後で指切ったり他の人にも、怪我させちゃうからこの辺は1時間くらいかけて針取りしてたよ。これに関しては自分が怪我するだけならまだしも、審判の人に怪我させてしまう恐れがあったからね。当時先輩からバリ取り足上げは、舐めれるぐらいを目安にだったからね。舐めたの？目安だから舐めたことないよ。紆余曲折あって組み立て後の期待だよ。大初めてのにしてはか？そうでもなくて足の貧弱さを結構突っ込まれてて、後から色々足していったからね。一旦形作って写真撮った後、家で寝てから今度は配線してやっと動く状態よ。混乱してきたぜ。でもこの子を元にして私のロボットがいろいろできたからね。配線終わって足もちゃんと補強したね。初めてのロボットでいろいろ飾り付けもしたよ。最初はテープやスプレーとか使って頭を塗ったよ。紫芋みたい。今紫芋みたいとか思った？なんでもない。おお動いたな。ホームポジションっていう大会で戦う時の最初のモーションだよ。今震えてる体勢が臨戦体勢って重心を低くして倒れにくくするポジションだよ。震えてる理由はハンチングって名前で、ロボットがずっと、力を入れてる状態のせい。なるほどな。次の動画は仮想度で初めて横移動を作った時の動画だよ。遅いな。初めて作ったモーションだから許して。ちなみに起き上がりに失敗した時の映像ね。成功バージョンはまた見つけてショートに上げる予定です。こいつ。今回は、私が作ったロボットの、ただの雑談みたいでしたね。私自身としては、昔の思い出話で編集もしながらで面白かったんですが、正直最後まで見ていただいた方いれば嬉しいです。それでは、他の動画も出しているので、ご視聴ありがとうございました。